どうもこんにちは、ゲームデイズの太郎です。今回はツイステッドワンダーランド期間限定イベント奇跡の国のタピールージュ、こちらの続きをやっていきたいと思います。第2章からですね。皆さんタピールージュってそういえばどういう意味かわかりますか？ドヤ顔で僕も言ったんですけど、今一生懸命ね調べてきましたタピとルージュどっちもフランス語らしくてですね、タピっていうのは絨毯、ルージュっていうのは赤色っていう意味らしいですね。まあそういうことで、今回ね国際映画祭なので、まあ現実世界にあるあのフランスのカンヌ国際映画祭、これがまあ舞台になってるんじゃないかなと思いました。まあ差し詰めタピルージュはレッドカーペットっていう意味なのかなってね思いますね。このイベントのシーンの中にもレッドカーペット出てくるのかなってちょっと思いながらね調べてました。楽しみですね。じゃあ第2章やっていきましょう。一流コーディネート、はい、え、ちょ、もういきなりレッドカーペットあんじゃんおー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 、ありますね。クイーンズパレス、見るからに高級って感じ。行きましょうか。ちょっと行く前にちょっと待って、ごめん、マップ見させて。すごくなんか綺麗な街って感じだね。この向こうにも行くのかな。これ何、選手村みたいな機械室とかホテルなのかな、映画館があるのかな。街はすごくね整理されてる感じがして綺麗な印象。お、ここにも何かあるよ。何でしょう。行きましょうか。楽しみです。はい。おお、これマジでさ、ビル様のカードイラストと一緒じゃん。え、ビューティフルクイーン。オープニングか、これ。奇跡の国のタピルージュ。うおー、ちょっと鳥肌立っちゃった。ビル様のオープニング聞けました。見るからに高級って感じ。ウィンズパレス、いや高級だわちょ、ここに来れた人マジラッキーだな。着いたー、つかマジレッドカーペットじゃん。ここが美少の街か。うわ、見るからに高級って感じ。近代的な建物と歴史を感じる建築物の両方が立ち並んでいますね。すごい観光客の数だ。賑やかだな。本当っすね。しかも歩いてる人みんなおしゃれ。なんといっても美少の街だからな。これさ、私服で来たら浮いちゃうんじゃない？制服の方がいいんじゃない？ちょっとダサいっていうか、なんかおしゃれすぎてついていけねえみたいななっちゃいそう。この街には生涯にわたって美を追求した世界一美しき女王の伝承が数多く残っているの。遥か昔、薬品作りが得意だった美しき女王を慕う薬師たちがこの街に集った。彼らが作り出した薬品の効果は素晴らしかったそうよ。やがてそのノウハウを生かして化粧品作りにも進出、コスメの街として発展が始まったと言われているわ。今でこそ高級衣類やジュエリーの店が街に多く並んでいるが、かつてはスキンケア用品、化粧品、香水などのブランドが主だったとか。なるほどね。そういうのを起点にしてだんだん何ファッションの方にもシフトしていったっていうか、広がっていったみたいな感じか。ええ、それらを求めて各国のスターたちが集まり、彼らが出演する映画の撮影スタジオが誕生し、映画で使用されるアパレルやジュエリーを扱うショップも集まり、デザイナーの個人店も増加。映画産業の発展とともに個人店も次々ブランド化し、アーケード街が誕生したそうよ。この街の歴史がわかりやすく伝わったな。そしてファッションの有名メゾンが集まる高級ブランド都市になったんですよね。そう、
映画の告知やセレブの集まるようなイベントが行われるイベントホールも建設され、今では著名な俳優、モデル、クリエイターたちがこぞって美少の街を訪れる。セレブを楽しませるためなのか、高級ホテルやレストランなんかも多いわね。そうだったんだ。街の歴史なんて知らなかったな。先輩たちみんな詳しいっすね。特にビル先輩。いやほんとね、ビルめっちゃ詳しいな。ビルってここで生まれたのか？お前にぴったりの感じでキラキラしたところなんだぞ。あら、ブリムにしては気の利いたこと言うじゃない。いやここ地元って言ったらめっちゃかっこいいやろ。確かに気分いいな。でも残念、私が生まれたのはこの町とは別の場所よ。それに仕事もあっていろんな国を回っていたから、どこか特定の場所が故郷って感覚もないの。あ、そうなんだ。ただ美少の町は映画産業の中心とも言える都市だから、昔は仕事で頻繁に来ていたわ。ファッションショーもたくさん開催されていて、モデルの仕事で来ることも多かったし、入学して仕事をセーブするようになってからも時々ショッピングしに足を運んでいたしね。だからこの街のことは隅々まで知ってる。心のふるさとって言われたら、まあこの街を思い浮かべるかしら。なるほど。まあじゃあ地元と言っても、まあ過言ではないみたいな、そういう感じなのかな。美少の街が心のふるさとって、俺も行ってみてー。ちょっと待って、俺も行ってみたいめっちゃわかるわ。行ってみてー言うだけだったらただですかね。言っちゃおうかな今度。こんな一流のものばかり集まってそうな街でショッピングとは。ビル先輩が芸能人ということを改めて実感するな。いやマジでさ、地元の島村とかにしとけ高校生はよ。あのでかい建物は何なんだ。あれが映画祭の会場、クイーンズパレスよ。あ、ここテレビで見たことある。自分の目で見られるなんて結構感激かも。こうさ、実際に見ると迫力が違ったりとかさ、なんか感じ方が違うよね、テレビとかで見るよりは。あそこで映画祭をやるのか、綺麗な建物だな。映画祭の他にもファッションショーとかも開催されるわ。ん？なんかあそこの階段赤くなってるんだぞ。これね、パピールージュだよ調べてきてよかった。あれが有名なタピルージュだよ。タピなんて俺さ、わかる。タピルージュってさ、検索するんだけど、検索するたびにさ、タピオカがね、邪魔してくるんだよね。タピオカが出てくるんよだからタピ何みたいななった俺も。クイーンズパレスに敷かれたレッドカーペットはタピルージュと呼ばれ、そこを歩くことができるのは映画スターとして一流と認められた証と言われている。映画祭のセレモニーで出演者や監督たちが記念撮影を行う場所ですね。おお、周りに集まったファンが写真をパシャパシャ撮ってる。俺も撮っとこっと。いや、グリムも知らねえの？超有名な観光スポットなんだぜ。知らねえ。冬も持ってねえし、俺様には関係ねえな。こいつの興味のさ、ベクトルがやっぱ分かりやすくていいね。ご尊敬を。関係ないとは言い切れないじゃないですか。美少の街でスカウトされて、グリムさんが映画スターになるかも。そうすれば、あそこを歩くのも夢じゃない。俺様が映画スター？にゃは、そうだな。なんか、扱いが上手いな、アズール。おい、アズール。グリムが突き上がるから、あまりからかうな。あのな、お前が映画スターになれるわけないって。大魔法師になったら、映画に出るかもしれねえだろ。
こいつのキャリアプランどうなってんの？大魔法師、映画スターみたいな。無茶に無茶を重ねてるみたいな。そもそも大魔法師になれんの？この間のテストだって。その話はするな。静かにしなさい。周りに注目されたらどうするの？その失格って言われたら帰らされるよ。はーい。この街ではビル様に逆らえませんね。続く。いや、盛り上がっちゃう気持ちわかるな。ストーリークリア。それが何かわかる。行きましょう。そういや、ビルが宣伝する映画ってどんなやつなんだ？僕も気になっていました。事前に調べてみたのですが、わかりませんでしたから。ああ、ビル先輩の名前がクレジットされた映画はなかったな。実写版、ビューティフルクイーン。え、ビューティフルクイーンってオープニングにさ、パワーって出てきたやつじゃない？え、もしかしてさ、これってさ、白雪姫なのかな？え、これすごいことになってんじゃない？それって、超有名なアニメ映画のリメイク作品っすよね。そう。90年ほど前に公開された世界初のカラー長編アニメーション映画ビューティフルクイーン。美しき女王をモチーフとして奮闘努力を描き世界中で愛されている作品。今回私がプロモーションするのはまもなく公開されるその実写版リメイク作よ。今世界中で話題になってる作品じゃないですか。え、ビルさんは何役なんだろう。実写版ビューティフルクイーンの名前は映画祭の上映スケジュールで目にしていましたが、つまりすっげー有名な映画にビルが出るってことか。映画に出る？まさか。ナイトレイヴンカレッジに通いながらこんな大作映画に出演できると思う？え？出ないんだ。そっか。私は今撮影期間が長い映像作品のオファーはほとんど断っているの。映画の撮影ともなれば数年がかりの長期プロジェクトになるなんてこともざら。ナイトレイヴンカレッジにいる間は学業に集中するって決めてる。勉強をおろそかにはしないわ。勉強優先とか信じられねえんだぞ。めっちゃわかるわ。ああ、俳優の方が楽しそうだよな。めっちゃわかるわ。そういえばあの映画はキャスト、制作スタッフ、ストーリー、すべてが非公開のはずです。そうだな。場面写真1枚、世に出ていないはずだ。ええ、公開直前まであえて情報制限することで話題性を高める広報戦略なんですって。特大のサプライズでお客に最大の感動を与えるためにね。得意な戦略ですよね。面白い試みだと思っていました。アズールが興味あるのはそっちだろうな。でもさ、元がいくら有名な作品でも、そんなに情報を伏せてたら、みんな興味なくしちゃうんじゃね？みんなが詳しいことを知ったなら、そのまま話題にもならずに、大こけしそうな気もするんだけど。だからこそ、この映画祭のプロモーションが重要なの。一瞬で強烈に人々の記憶に残って、心を掴んで離さない。センセーショナルな何かがね。それが何かわかる？ちょっとなんかいつもの元気なビルさんになってきたな。あ、はい、それはビル先輩です。何百億という制作費をかけた映画の制作費を決める重大な仕事を任されているとはさすがです。ビルさんはどのようにプロモーションに関わるのですか？今回の仕事は役者ではなくモデルとしてプロモーションに協力するスタンス。
映画のテーマである美にふさわしい人物だから起用したってプロデューサーが言っていたわ。すごいっすね。改めて目の前にいる人の凄さみたいな。なるほど、明日はあそこのレッドカーペットタピルージュをビルさんが歩くのですね。出た、いかにも映画スターっぽい憧れのやつ。俺たちはどうするの待機おとなしくしてろって感じかな。ああ、その写真がいろんなマスコミに取り上げられて映画の宣伝になるというわけだ。そう、まさにザ・芸能人、華やかだよな。俺も一緒に撮られて。着飾ったビル先輩の隣に立ちたいのか。勇気があるな、ベースまあでも、マジで言わせてもらうと、あなたたちも全然いけるんじゃないですか。もう全然大丈夫な気がするけどな。ビシッと決めてさ、行っちゃえば。引き立て役にさえなれるかわかりませんが、応援しますよ、エースさん両脇二人はなんか分かってる感じか。う、確かにそれはまずいかも。てか、俺をからかうとき嫌味なくらい息ぴったりだったんだけど、二人って実は仲いいんすか？性格似てるよね。そんなわけないだろええ、そうなんですちょ、意見が割れてるな。今日はタピルージュに近づくこともできないわね。あんなに人がたくさんいるんだもの。あれ全部観光客なのか？タピなんとかの周りにうじゃうじゃ集まってるんだぞ。今会場の周りにいるのは今日の映画祭に登壇する役者や監督目当てのファンたちね。へえ、映画祭ってもう始まってるのか。俺さ、映画祭のことよくわかんないんだけど、あの一本の映画見るのかな、何本も何本も。すごい時間かかりそうじゃない。どうやってさ、映画祭って行われるんだろう。たくさんの映画館がその街にあって、いろんな映画をこう数日間上映するのかな。ちょっとわかんないんだよね。このイベントでわかるかも。エル先輩は会場に行かなくていいんですか？私がプロモーションする映画が上映されるのは明日の午後だから。あ、やっぱりそうなのか。じゃあ今日も何かしら上映してるってこと？有名なベル先輩がここにいるのがバレたら面倒なことになるな。念のため移動した方が良さそうです。その通りね、そろそろ移動しましょう。行かなきゃいけない場所もあるしね。あ、映画スタジオの見学ですか？スタジオは明日の午前中。見学できる時間は決まっているからずらせない。これから行くのは別の場所。ついてきなさい。なんかはい、ついてきます。って感じ。うわぁ、眩しい。すごいね。おい、別世界じゃねえか。クリスタルギャラリア。なんかこれ、お店かな？いや、これ何も買えないやつだ。高すぎて。うな、なんかキラキラした通りだな。高級アーケード街、クリスタルギャラリアよ。世界で一番美しいパサージュと呼ばれている観光名所。パサージュってなんだ？俺もわかりません。教えてください。屋根のついた高級商店街のことだ。特に奇跡の国ではあのようなガラス製の屋根のついたパサージュが多いのです。え、ガラス製の？汚れたらどうすんの？誰かが登って掃除するんかな？危なくね？この辺りの天気は変わりやすく、さっきまで晴れていたのに急に雨や雷になることも多い。そのために屋根付きの商店街が発展していったの。昔は雷雨で土砂崩れが起きたりもしたそうよ。怖えなぁ。豪華なガラス製のアーケードがとても美しいですね。確か奇跡の国は
ガラス工芸品も有名だったはずだ。ねえ、奇跡の国にはドワーフ鉱山があるでしょ。これさ、あれか。ジェイドがなんか言ってたやつ。不詳の町の近くにも鉱山の入り口があって、昔は様々な種類の宝石が採掘されていたそうよ。奇跡のカッティング技術を生かしてガラス工芸も発展していったの。かつては棺桶もガラスで作っていたっていう話。棺か？すごくね、でも。そう。もちろん全部がガラス製だったわけではなく、特別な棺だけだったそうだけど。奇跡の国に残る古い伝承に、ガラスの、ちょっと待ってね。棺だよね、これ。棺だ。ガラスの棺に寝かせれば、大切な人が生き返るって話があるの。え、そんなのがあるんだ。その言い伝えを信じた人たちが、ガラスの棺を求めたそうよ。ま、大昔の話ね。ガラスの棺ですか。機能性はともかく、さぞ美しかったことでしょう。いや、ほんとそうだね。続く。いやー、すごいところに行ったな。ストーリークリア。あ、ここがそれか。パサージュね。わかりました。では、もう一話行きましょう。比べることもおこがましいぞ。OK。スタート。エースがいないんだぞ。トイレじゃない。なんですって怒ってる。エース首か。そういえば、ジャミルさんの姿もありませんね。つい先ほどまでいたのですが。あいつら迷子になったのか。しょうがねえな。ちょ、グリムがなんかこっち側に回ってんの珍しくない？だいたいグリムがいないとかそういう感じじゃん。グリムと一緒にするな。言われた。あ、二人とも戻ってきましたね。お前らどこ行ってたんだ？あそこに気になる服があったから、ちょっとショップに入ってたんだよ。俺は付き添っただけだ。あんたたち、勝手な行動を許した覚えはないわよ。私の意思にそぐわない行動をするなんて論外。今度やったら学園に叩き返す。う、すんません。なぜ俺まで？その服は買わなかったのですか、エースさん。欲しかったんすけど、値段を見てびっくり。T シャツ1枚10万マドル。やべえ、錬金術何回分。10万高すぎる。いやー、それだけの価値があるのかな。下にしよう。ま、そうなんじゃね。確かにめっちゃかっこよかったし。あんた、ここをどこだと思ってるの？微笑の街よ。この辺りのブランドの価格帯を考えたら、まだ良心的な値段だと思うわ。ま、それは重々分かってはいたんですけど、平凡な学生にはハードル高すぎ。いや、これ社会人になっても無理なやつでしょ。名前は知ってるけど、店に入ったこともないようなハイブランドショップばっかだったもんな。このパサージュに出店しているのは厳しい審査基準をクリアした店ばかり。コスメブランドのフェリシテコスメティックスやシューズブランドのテネーブルとかね。ここに店舗を構えていることが世界に品質を認められたというステータスになるの。なるほど、まあ、機関店舗みたいな感じかな。だからまあ世界中に店はあるけど、ここにも出してるみたいな。それで、ブランドに箔がつくみたいな。そうそうそう。ブランディングのため、フラッグシップストアというわけですね。そもそもクリスタルギャラリア自体が有名な場所だしな。ブランド物に縁がない観光客も、ウィンドウショッピングがたら訪れると本で読んだことがある。そうよ。このパサージュそのものに大きな意味があるの。どのショップも美しさを追求したディスプレイにこだわっているから、見ているだけでも楽しめるはず。確かに、
おしゃれな服って見てるだけでもワクワクするよな。手の届かない服をこれだけたくさん見る機会もないし、今回はウィンドウショッピングを楽しみますか。さーて、次はどの店に行こうかな。お前さっきのベルさんの話もう忘れてない？怒られるよ。ほら、勝手にヨロチョロしない。やっぱり怒られた。あんたたちが最初に行く店はもう決めてある。ついてきなさい。店はもう決めてある？俺らの自由は？忘れないで。今日のあんたたちは私のおまけよ。完全にお月のもの。1、2、3、4、5だな。ほんとね。でもビルさんのおかげで来れたからな。リュクス。いやでもこれビルがいなかったらさ、ちょっと堂々と歩けないよな。なんだここは。いらっしゃいませ。お待ちしておりました。ビル様。え、すごくない？ショップスタッフにこの対応。ええ、今日はよろしく。お約束の件ですね。今すぐマネージャーを呼んでまいります。え、ここは。リュクス？超超超有名ブランドじゃん。やばいね。リュクスってなんか豪華、なんか贅沢とか豪華とかそういう意味だよね。そうなのか？自立した大人のためのラグジュアリーファッションブランド。伝統を紡ぎながらモダニティを両立し、業界のトップに君臨し続けるオーセンティックメゾン。さらにハイジュエリーブランドとしても世界に知られているわ。おい、ちょっと待って、グリームの顔見ろ。おい何言ってんだこいつみたいな、ちょっと聞いてもわからんみたいな顔してる。何それわからんみたいな。なるほどわからんっていうやっぱり何言ってんのかさっぱりわかんねー。マジかよ。映画やドラマにも名前が出てくるじゃん。ハイブランドの代名詞みたいなとこだぜ。ええ、ウィンドウショッピングが目的の観光客でさえ、9割がこの店だけは必ず見に来るそうですよ。俺もこのブランドのショップに入ったのは初めてだが、刺繍も染色も素晴らしいプロダクトばかりだ。よくわかるわね、ザミル。ネッサの国は繊維産業が盛んなので、生地や織物ならたくさん見てきました。それに高級な品を見る機会も多かったもので。それじゃ。あのカーテンの価値もわかるかしら？カーテンの価値？うちのカーテンよりは高そうだな。カーテン？フィッティングルームにかかってる真っ黒なやつか？あ、これはわかんない。どうしたんすか？ジャミル先輩。ここの服はどれもすごいと思っていましたが、このカーテンは特に素晴らしい。え、そうなの？カーテンが？かなりの年代物だ。伝統的な技法による手織りで時間と労力をかけて作られている。え、これだけ語らせといて、実はめっちゃ安いみたいなさ、そういうさ、オチでジャミル恥かいたみたいな。そういう展開あるかな？な、さすがにないか。この手触りがとても心地よい。まるで時を超えて語りかけてくるかのような、温かくて魅力的な存在感があるな。これよくわからんやつに語らせたらおもろいな。あ、なるほど。これなら僕も知っています。見ているだけで吸い込まれそうな、この色は、暗闇？暗暗夜の黒。リクスのアイコニックカラーですね。そうよ、美しき女王がアンヤに似合う黒を好んだという伝説から誕生した艶やかで深い色合いの美しいブラック。さすがだ。そんなのがカーテン？ここで働いたらさ、なんかさ、飲み物とかもこぼせないね。汚したら怒られそう。あの先輩たち、すごいのは分かったんで、もうちょっと優しい言葉で褒めてもらえません？俺様の毛並みの方が綺麗なんだぞ。
お前よく立ち向かったな。褒めてやるわ。それだけは褒めてやるわ。染め方はトップシークレット。色の出し方はわかんないんだ。特殊な薬品を使ってリンゴの木を燃やした炭で染めているらしいけど、世界中のファッションブランドが秘密のベールを暴こうと日夜研究しても、同じ色はリクス以外には作れないと言われているわ。とても有名ですよね。このブラックを使った服は値段の桁が一つ上がると言われています。ああ、一度でいいからこういうハイブランドで上から下までコーディネートしてみて、つうかこれするんじゃねえ今から。おい。学生の俺たちには無理な話だな。ハリム先輩なら店ごと買えるんじゃないですか。あいつは特別だ。特別だよね。続く。やば。この後どうなるんだろう。楽しみじゃない？はい。対価を払ってもらう。行きましょう。OK。スタート。リュクス。ようこそ、ユル様。今回も当店にお越しいただき光栄です。ええ。頼んでおいた衣装を引き取りに来たわ。はい。いつもありがとうございます。それと、この子たちの服はできてる？もちろんでございます。ただいまお持ちいたしますね。俺、同じ反応しちゃった。ゆる先輩、俺たちの服って？聞いた通りの意味。あんたたちが着る服を用意しておいたの。この街で私のそばを歩くのに、あんたたちの芋臭い格好はふさわしくないもの。ナイトレイブンカレッジの制服なんですけど。今クローリー泣いてるかもしれん。 TPO をわきまえなさい。ここはワールドプレミアイベントの開催地なのよ。今から私の衣装の街映画祭にふさわしい衣装に着替える。あんたたちが制服でいいわけないでしょ。なるほど。俺たちもリクスの服を着られる？そんなの想像もしなかった。ここにラギーがいたら、これ持って帰っていいんすかってなりそう。帰って売ってやろうみたいな。これは正直かなり嬉しいな。いや、ほんとっすよ。信じらんねー。見てるだけで終わると思ってた。高級な服が着れるなんて超ラッキー。ビル先輩の後輩でよかった。アズールどうした？俺様のも？俺様のもあるのか。あ、わかった。アズールさん、これタダじゃないでしょみたいな。そういうの気にしてんじゃない？これ着たら、なんか しろって言われるんじゃないみたいな。グリムのもあんの？よかったね。ドキドキしてきた。ちょっとご飯とか食べれないな。ふふ、聞いて驚きなさい。それも、プレタポルテじゃなくて、クチュールよ。多分、特別、クチュールってあれだよね、何？その専用、仕立てたみたいな。専用で折ってくれたんじゃない？食い物か？それ。プレタポルタは高級ブランドで販売されている既製品のことだ。あ、やっぱりそうだよね。既製品といっても大量生産な粗悪品じゃないがな。品質の保証された一流品ではある。プチュールはもっともっと特別な服、オーダーメイドで仕立てられた一点物の衣装のこと。デザイナーが観客のためにゼロからデザイン、作成した完全オリジナルの服。つまり、あんたたちが今から着るのは、リュクスチュールよ。これ超最高級のさらに高級品になってんじゃん。マジで？俺のための一点物、ますます信じらんねえ。まさか、リュクスのオーダーメイドをもらえるなんて。これもらえんの？
富士でズルした甲斐あったわ。学園に帰ったらたっぷりみんなに自慢してやろうっと。皆様にお喜びいただけて私どもも嬉しく思います。学園に依頼して制服の採寸データをもらったの。今から細やかなサイズ調整をするはずよ。時間がない。さ、早く着替えて。いえ。こんな高価なものを無償でいただくわけにはいきません。やっぱりアズール気になってた？めちゃくちゃ意外なんですけど、大儲けだーってアズール先輩が一番喜ぶと思ってたのに。高級品を一方的にいただくなんて、パリを作るも同然だ。ヒルさんや初対面の方々にパリなんて作ったら、後で何を要求されるか分かったもんじゃない。弱い立場に甘んじるなんてごめんです。僕はお断りします。この展開になるとはな、まあ、確かにアズールらしいっちゃアズールらしいな。なんだこいつめんどくせえ。めんどくせえな。わかるわ。でもまあ、アズールに行くともわかる。当ブランドのクチュール。まさか断られるとは、ショップマネージャー落ち込んじゃってんじゃん。お前ってやつは、さっきから妙に静かだとは思っていたが。空気を読むとか、ビル先輩の顔を立てるとか、少しは周りに配慮しろ。周りに配慮して自らの身を滅ぼしていたら意味がない。この点は譲れません。え、じゃあアズールだけ制服？安心しなさい。あんたたちにはきっちり対価を支払ってもらう。対価？ちょっと震えてる。ほ。これ逆なんだよな、こいつだけ。なんでお前だけ安心してんの？ほ、じゃないっすよ。エクスクチュールの代金なんて払えるわけないじゃないですか。スーパー笑顔になってよ。代金というわけではないのでしょ、ビルさん。察しがいいわね、アズール。あんたたち明日タピルージュを歩く私についていらっしゃい。あそこ歩くの？ホテルで待機じゃなくて？なぜビル先輩だけでなく俺たちまで。あんたたちには私を完璧な状態に保つサポートをしてもらう。さっぱりわかんねえんだぞ。続く。いやー、めっちゃおもろいな。つか、すげえな、ビル。面白えな。ちょ、気になるけど、今回これぐらいにしておきましょうか。また次回続きやっていこうかと思います。タピルージュ歩くの？俺ら。もうどうなっちゃうんでしょう。楽しみですね。あと仕立てられた服ね。どんな感じで出てくるのか。その辺も楽しみです。じゃあまた次回ね、別でやっていきたいと思います。では、今回これで終わりにします。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。